知って得する、知らなきゃ損する、前の綾のお金の話。必ず役立つ遺族年金と死亡保険の見直し方。今回は個人事業主が亡くなった場合の遺族年金についてお伝えします。遺族年金とは、もしもの時に残された家族が国から受け取るお金のことを言います。ではこちらをご覧ください。パパ30歳で個人事業主です。で、楽しく暮らしてたんですが、パパが亡くなってしまいました。個人事業主のパパが亡くなった時、ママが65歳になるまでに受け取る遺族年金、全部でいくらぐらいになると思いますか？答えは1800万円です。ではこの1800万円受け取れるという年金の条件と種類と金額、これを見ていきましょう。まずは遺族年金を受け取るための条件です。正確には生計をいつにするということで言いますが、家族がお金を受け取りますよということなんですね。で、そのお金を受け取る妻が年収850万円未満という目安があります。残された家族がたくさん稼いでるんだったら、もう遺族年金なくてもいいでしょうっていう考え方ですね。そして続いて子どもの条件です。子どもは18歳になった年度の3月31日までの未婚の子、または障害等級1級2級の20歳までの未婚の子という条件があります。簡単に言うと、高校卒業するまでの子どもが遺族年金を受け取れる権利があるんだなっていうふうに考えてください。では次はもらえる年金の種類です。国民年金から遺族基礎年金を受け取ることができます。これは子が0歳から、そして18歳になるまで受け取ることができます。個人事業主、つまり国民年金第1号被保険者の場合は、この遺族基礎年金が受け取れる年金ということになります。では金額です。金額はこちら。子のある妻が受け取る遺族基礎年金は、子どもの人数によって変わります。今回は子どもが1人、そして妻ということなので、1年あたり100万円の年金を受け取ることができます。これは毎年決まった金額です。子どもが0歳から18歳になるまで遺族基礎年金を受け取ることができるので、合計でこちら1800万円受け取れるということになったわけですね。では次は、最近は起業して働くママも多いですよね。個人事業主として働くママが亡くなった場合を考えてみましょう。このもしもの時に、パパが65歳になるまでに受け取る年金って全部でいくらぐらいになると思いますか？実は1800万円。国民年金の第1号被保険者、自営業者の場合には実は男女の別がないんです。ということで、条件はというと、残された夫の年収、子どもの年齢ということで、受け取れる年金は実は先ほど男性が亡くなった場合と同じということになります。ここからは注意点です。個人事業主が亡くなった場合に、実は3つの注意点があります。まずは1つ、中には過負年金が受け取れる方がいます。過負年金は女性だけがやはり受け取れる年金なんですが、妻が60歳から65歳になるまでの間、一部年金を受け取れる人もいるんです。夫が10年以上国民年金保険料を納めてきたよ、そして夫が障害年金とか老後の年金もらわず亡くなっちゃったんだよ、そして結婚して10年以上経つんだよという夫が亡くなった場合に、この条件を全部満たせば、残された妻は60歳から65歳まで過負年金を受け取ることができるんです。今は個人事業主で国民年金第1号なんだけど、結構長く厚生年金も含めて働いてたよとか、あるいは厚生年金、会社員として働いてた間に初めて病院に行った病気で、そこから5年以内に亡くなっちゃったんだというような場合は、
遺族厚生年金が受け取れる可能性もあります。最後、未納があっても遺族年金が受け取れるかもということなんですね。実は遺族年金も老後の年金も年金保険料を納めていないともらえません。二十歳から亡くなる時までの間に本来納めておかなければいけない期間の3分の2以上納めていると、ちゃんと途中未納滞納があっても遺族年金ってもらうことができます。でも3分の1以上あったらもらえないよっていうのはちょっと厳しすぎるので、その場合は直近1年間の保険料を納めていれば遺族基礎年金を受け取ることができます。年金の話は老後にばかりスポットが当たりがちなんですが、実は今もしものことが起こったらどうなるのという時に役立つのもこの年金なんですね。ですから毎月国民年金保険料を納めるのが厳しいなっていう家庭の方は、困っているからこそぜひちゃんと年金の手続きを取ってください。もしもの時にもちゃんと子供にお金を残すことができるので、今から賢く制度を使ってもしもの安心を作ってください。詳しい内容はこちらに載っています。あなたが安心して楽しくお金が使えますように。